ちょうどいい。今からチェックインをします。正直和室って書いてあったからね、なんか古い旅館みたいな感じなのかなと思って。あ、そう、客室的にはそんなになんか期待じゃなかったの。あ、案内の人が共同のトイレだよって言ってたんだけど、全然普通にここにトイレあった。あ、あそうかもしんない。タクがクーラーボックス持ってきてくれてるから。回線も変えた。入れちゃうか。うん。めっちゃ可愛いの。足湯とかいつでもフリーで使っていいんだって。じゃーん。イハナの湯。なんかいい感じだよね、このテラスとか。ここでね、本当はバーベキューができる。かわいいよね。めっちゃいい感じじゃない？見て。いや、これやばいわ。すごい好み。ほら、タク。夜は夜でいいな。これに入りたかった。じゃん、こんな感じで1000円で1時間貸し切りのお風呂にできるの。中から鍵かけて、別に予約とかもなく空いてれば入っていいんだって。何だろう、嘘。え、あ、いい感じ。イエーイ。こういう感じ。楽しみ。上からもめっちゃ綺麗。やっぱここの中にはいいな。2日目は雨。雨だね。うん、雨だ雨。晴れてくれ。頼む。バン。買いません今日は。お魚食堂の客がこれ。どうなんだろうね。ね、これでもすごそうじゃない？結構期待してる。私はこっち。トロトロトロ丼。何何何事？刺身の食べ方って、最初刺身醤油して、でごまだれして、最後だしくださいって言うとだしくれるらしい。意外とちっちゃい。重さは軽い。軽いんだ。ここにイクラがいた。イクラいないじゃんって思った。ね。ね。漬け丼だね。イクラ。あ。バン。あら汁きた。ね。お、いいねいいね。いい感じ。私の。いいね。騙された。